安倍さん演じる成瀬さんが初めて音楽隊の教会に来るシーンですかね。なんか雑多な感じというか、でこれからその音楽に出会っていくんだっていう感じだったりとかっていうのがすごく好きで、卵のパックがわーって並んでるのにちょっと感動したので、それも含めてなんか、はい、好きなシーンです。高杉さん、安倍さんと撮影ご一緒しててどんな印象ありましたか？背が高い やっぱなんか僕は結構なんていうんですか、斜に構えた役だったので安倍さんに対して突っかかることが多かったので、わって安倍さんが近づいた時、ちょっと緊張が走る感じは僕含め、北村君も含めあったと思います。はい、僕もあのシーン好きですね。もう全部好きなんだけど、入るとこね、本当好きです。それで、やっぱりこういうキャラの人に反抗してくるじゃないですか、この二人。それがすごい好きなんですよ、なんかよく来てくれたみたいな、もう若いのにみたいな、すごい好きです。外側に行きます。